パレスホテル立川は東京都立川市の再開発エリアファーレ立川内に位置するホテル。パレスホテルチェーンの一つでパレスエンタープライズが運営する。1988年日本生命保険が立川基地関連市街地再開発事業のデベロッパーとして名乗りを上げるためパレスホテルに共同での参画を打診。日清とは 大宮プロジェクトでの共同事業者としての実績があったことを踏まえ、パレスホテルは三角を決定する。この再開発は、当時の鈴木俊一東京都知事の号令のもと、住宅、都市整備公団の施行で、立川駅北口の米軍立川基地跡地5.9ヘクタールの土地に、デパート、ホテル、オフィスビル、公共施設などからなる、ファーレ立川と呼ぶ街区を整備するというもので、 官民一体の再開発構想だった。進出にあたって、パレスホテルは、地元企業と建物を沈借しホテル経営を行う、運営会社として、アクシス開発を設立し、1994年10月13日、パレスホテルチェーン6番目のホテルとして開業した。なお、アクシス開発は後年生産となり、ホテル経営は、パレスホテル大宮を運営する。 パレスエンタープライズが引き継いだ。建物は地上12階、地下2階建て、全238室、6カ所のレストランバー、13室の宴会場、美容室、売店などを完備している。ありがとうございます。